はい、どうも、チョスです。今回ですね、パワープルやっていきたいと思います。今日もライブシナリオやっていきましょう。というわけで、やってみましょう。はい、というわけで、阪神はオリックスバフォローズとの交流戦で、初戦ですね、2対3で負けました。はい、はい、でこの試合は僕も、実際に甲子園に見に行きましたよ。なんかパッとしないゲームでしたね。2対3でいい試合に見えるんですけど、結構このバファローズがもう押せ押せムードで完全にムードは持っていかれてましたね。というわけで残念でした。まあやっていきましょう。おそらく鳥谷のやつかな。鳥谷がチャンスで三振したんですけど、その場面になるような気がします。というわけで難易度は4でやっていきましょう。あ、やっぱり代打鳥谷で同点に追いつけということでね、7回裏2アウト1、3塁で、1打席鳥谷で同点に追いつけと。まあ鳥谷なら打てると思ってます、僕は。ではやっていきましょう。実際では打てへんかったけどね。へっ。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発はエースのメッセンジャー。メッセンジャーはちょっと調子悪かったのかな。結構打たれてましたね。球数もすぐ多くなってしまったし、で相手のアルバースが結構良かったような気がします。はい、ではやっていきましょう。ここ大事な場面、この時球場はめちゃくちゃ盛り上がってましたよ。一塁奪い越し、三塁は梅野。第9投げた。オーケー。まずは外角高め。第2球投げた。よ。打ちました。抜けろ。わ、最悪。自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。もう帰ろ。いいトライ。第9投げました。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。一球目ストライクから。オーケー、オーケー。投げました。オッケー。3球目ストライク。バッター追い込まれました。ここで三振したんや。投げました。うわ、同じこと。全く、現実と同じ再現をしました今。どうでしょうか皆様。もう一回です。よーし。投げました。外角外れ。いいよ。さあ次の投球。低めボールだ。ああ、ダメだ。難しいぞ意外と。鳥谷ってこんな打ちにくかったっけな。わあ、言えてるけど。タッチはセーフ。第9投げました。オッケー。完全に外れた。ボール投げた。はい、オッケー。第3球はこれフォアボールの場合どうなるの。投げた。オッケー。ついに同点に追いつきました。成功。はい、同点に追いつきました。これでね、勝ってほしかったですよね。そう、途中でメッセンジャーとかなんかいろいろ変わっていて、脳みが途中で出てきたんですよね。これからも中継ぎで出てくるんですかね、結構。勝利しました。まあ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 、これからも活躍してくれることを願います僕は。そして西武、野見さん好きなんで。タイガース今日はいい戦いを見せてくれました。はい、次のゲームも期待しましょう。どうも、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。はい、というわけで今日も勝つことができました。阪神交流戦負けすぎちゃう、ちょっと。まあいつものことか。はい、銀メダルありがとうございます。おめでとうございます。はい、というわけですね、今日も、見事勝つことができました。というわけで今日もあるんかな、今日はナイター18時からまたバッファローズ、またホームやね。これはぜひ勝ってほしいですね。というわけで今日も頑張って応援しましょう。というわけでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方お願いします。というわけで阪神ファンのチョスでした。
バイバーイ。